こんにちは、素直サイズなおです。今回はアームカバーが水通しも終わって完成しました。そして試着動画も撮ったので、よかったら見てみてください。こちらの糸はオパール毛糸のオパールコットンを使っています。使った糸は KFS148 のドライという名前のついている糸を使いました。このアームカバーセットで全部で75.5g 使用しています。編みながら片方だけ先に出来上がっている方を水通しして、一度サイズを測ってたんですけど、両方何度も試着してたから、両方出来上がった時にもう一回改めて2つとも水通しをして乾かして、ちょっと試着動画で1回つけた後の状態です。でサイズを測ってみたんですけど、編みながらお話ししている時とちょっと違っているので、改めてご案内しておきます。オパールコットンで編んだアームカバーで、作り目は52目、使用している針は1号と2号でマジックループで編んでいます。作り目の数は変えないで、針の太さだけを変えて二の腕の真ん中あたりまで行くように編んでみました。で左手と左腕と右腕のちょっとサイズが、二の腕やの肘の下のあたりは1センチずつ左右で太さが違って、手首とこの指のあたりは変わらずっていう感じになっています。つけた感じはの1センチずつの太いところの太さが違うけど、もうきついとかそういう感じは私は感じていません。でこの1号針で編んだところと2号針で編んだところが、試着じゃなくて試作中に測った時は 9.5 と10.5 だったかな、だったんですけど、何度も試着しながら編んでたからか、ちょっと大きくなってたみたいで、1回だけ試着した状態で測ったら9センチと 9.5 センチでした。それでも太いところ24センチの腕周りでも全然きつく感じないので大丈夫かなと思っています。
あと長さも48センチって言ってたんですけど、今測るとこのくるんを伸ばさないで測ってだいたい約50センチになっています。なので乾かし方とかにもよるのかなと思うんですけど、の細く感じるけど、つけてみるとこのきつさはないかなと思っています。ちょっと派手派手な感じですけど、このゆるさも一回つけたぐらいだと伸びちゃったみたいにはなってないかな。試着だからずっと つけたり外したりするとちょっと編み地が緩んでくるとは思うんですけど、試着しただけだと割とフィット感のあるデザインなので、こう落ちてくるっていう感じは私はなかったです。なのでこれはこれで可愛くできて満足です。もうちょっとシンプルな糸でどんな服にでも合うようなものも編みたいなと思ってるんですけど、ちょっとオパールコットンの単色でこちらが編めるほどの糸玉は今ないので、他のコットン糸ちょっと探してみて編んでみたいなと思います。コットン 100% にしちゃうとこの辺の伸縮がちょっと減るのかなと思っているので、こういう落ちてきそうな部分はちょっとウールとかが入ってるような糸の方がいいんじゃないかなって思っています。この辺は全然コットン 100% でも緩くなって緩みが出ていいかなと思うんですけど、上のあたりは少し戻ってくれるような糸を使うのがいいのかなって感じます。なので今回はこちらアームカバーの試作完成です。編み方としてはのハンドウォーマー指先の方から編んで、自分の体に腕に合わせこう試着しながら編んでいって、好きな長さまで編めるっていう感じになるので、特に編み方動画は作る予定ではこれはないんですが、よかったらこういう試着動画を見ていただいて、こういうフィット感がいいかなって思ってくださった方は、夏の日よけや冷房対策にぜひ編んでみてください。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。